割と1月の5日。 の朝なんですけども、えー、今日この後また買い物行くんで、その前に一本取ろうかなと思ったんですけども、まあ例によってこう原稿を書いてるわけですね。1日10ページを載るまで書いてるわけですけども、それをき書きながら、えー、ロザンの楽屋を聞いたりしてるわけですけども、ちょっともうタイトル忘れてしまったけれども、えー、ある回の中で、えー、要するにどこかで習ったことであるとか、えー、機械とかの説明書に書いてあることっていうのは、その通りにあった方が結局、 あお金の節約になるって話だ、えー、節約になるんだっていうことを言っていて、まあ、そうかもしれないなと思ったんですよねで。それを昨日実感したことがあるので、ちょっと皆さんに言おうと思うんですけども、それは昨日1月4日の夜に、えー、歯科検診がありまして、僕は、えー、3ヶ月に1回、歯医者さん、行きつけの歯医者さんに行って、 でえー、まあ、その虫歯がないかとか、見てもらったりとか、あるいはその、なんていうんですか、あの、歯ブラシじゃなかなか取れないような歯石を取ったりとかね、そういうことをしてもらってるんですその磨くみたいなことをしてもらってるんですけども。で、皆さん、こういうの知ってますこういうの。こういう歯ブラシ。これ見たことありますこのサイズ。これ、ワンタクト歯ブラシ。ワンタクトブラシだっけなとか言うんですけれども、要するに、僕ね、あの、歯並びが悪いんですよ。あの こことか。ちょっと凹んでんじゃないですか。で、これをね、普通の歯ブラシだと磨けないんですよ。普通の歯ブラシだとこうやってやった時にここ、浮いちゃうんですよね。なので、これで行くと、みたいな感じで、この、一本だけのところとか、一箇所だけのところピンポイントでこう磨くことができるっていう、このワンタクト歯ブラシというのがあって、これね、あの、普通の歯ブラシも超高いんですよ。これ、これ僕が使ってるやつは、 えー、なんだっけ、4本で8、900円ぐらいするのかなだから 1, 1本200円はいかないけれど、まあちょっと普通の歯ブラシより高めだと思うんですけれども、これをある時から使ってみてくださいって言われて、ね、この使うようになったの。で、使うようになったんだけども、まああんまりこう、正直こう、 丁寧にはやってなかったんだけど、前回の検診から昨日までの検診の間はね、かなり丁寧にやったんですよで。そしたらね、明らかに違ったんですよ。明らかに違っていて、で、なんかこれは皆さん経験があるかわかんないけど、あのー、歯石とかの磨き残しがどれぐらいあるかを調べるために、歯になんか赤い、何あれ、あの薬品っていうかクリームというかなんか塗ったりするんだよな。 で、一回、あの、水ですすいで、そのすすいだ水バース捨てて、いーってやりたか、磨き残したところがこう、濃い蛍光のピンクみたいに染まるところが出てくるんですよ。で、なんかそこは磨けてませんよね。じゃあ、ここはこうやって磨くんですよ。とか言って、この歯ブラシの持ち方というか、磨き方の指導を受けたりするんですけど、昨日そのクリーム的なやつを塗ったんだけど、蚊の、蚊の歯がね、全くこう染まらなかったんですよ。 つまり磨けてるっていうことで、で、今回は、その、この3ヶ月間は、ものすごい丁寧にこれをやったんですこの、ここに関しては。なんかね、明らかに効果が出ていて、要するに、その、磨き残しがなくなるということは、減るということは、それだけ虫歯になるリスクが減るわけじゃないですか。虫歯になるとか、あるいはそんな何、歯周病とか、なんかね、そういう歯茎、歯ぐきのトラ,トラブルとかね、そういったものはなくなるわけじゃないですか。だから結局そういう、普段、あのー、 歯医者ね、こういうところ気をつけて磨いた方がいいですよって言われたことを、 毎日やるだけで、まあ、やるだけでが大変なんだけど、やるだけで、その、虫歯という、なんか痛い思いというか、あるいはその、かけなくてもいいお金ね、虫歯治療にかける時間、お金っていうのをかけなくて済むっていうことなんで、ああ、なんか普段やっとけばええんかなっていうふうに思いましたね。だからその、老さんが言ってた例で言うと、例えばその、教習所、車の教習所で習った運転の仕方をやっておけば、少なくとも自分から事故を起こすリスクは下がるとかね。 あるいはそのガソリンの燃費は良くなるとかね、その教習所的にはバーンみたいな急発進はしないとかさ、あるじゃないですか、その、こう、見てから進むとかね、そういうのをやっとけば、まあ、少なくとも自分から事故を起こすというリスクは減るので、まあ、自分でその何、その、なんかの費用を払うってことの確率が下がるわけですよね。 っていうことを知って、だから、それで、それをいろいろ考えていくと、例えば、普段から部屋を片付けするとかもそうなんだけど、それはね、僕苦手なんですよね。だこれ前の雑談、ずーっと昔の雑談のとかに言いましたけど、ある課の課長さんの机がめっちゃ綺麗なんだけどで、その人ね、めちゃくちゃ仕事ができるんですよ。で、これ、ロルさんも言ってましたけど、やっぱね、その仕事ができる人は机が片付いてるっていうね、そう、本当にその通りだと思うんですよ。だからそういう意味で僕は片付いていないので、まあ、こことか見てもわかりますけどね。 なぐしゃって入ってると思いますけど、まあ、これなり、これは僕なりに整理されてる方なんですけども、まだ僕はね、できる方じゃないんですよ。うん。っていうことをね、改めて思って、か少しその辺もね、時間的な余裕を持って、ゆとりを持って、精神的なゆとりを持って、片付けができるようになっていきたいなと思いました。今日は買い物をした後ね、今日早速会議があるんですよね、あの、ズームだけど、があったりするんで、まあそれに向けてね、ちょっといろいろできることやっとこうかなと思いました。ほんじゃ、また。